では、ライトを作成していきたいと思います。えー、まあこの画像でいうところの、この辺の上に吊るさがっているライトは2種類ですね。えー、1つが円柱状のライト、えー、もう1つがえこういった円,円形状のライトになります。すでにえーシーンにはもうあのラフレイアウトの方で作成をしておいた仮モデルを読み込んでいます。以前 FBX でエクスポートしておいたものになります。なので、スケールやえーまあ大まかなあのサイズ感は合っている。 はずですで、えー、既にファイルのプロジェクトウィンドウから新しいプロジェクトを作成して新規のシーンになっていますで。こちらを作っていきたいと思います。でまあ、まずは、えーまあ、どのように作っていくかっていうのをざっくり考えていくといいんですが結構複雑な見た目ですね。ただ、えーまあ、複雑とはいえよく見ると,、えー、と斜めに 伸びる、えー、線の、まあ、竹ですかね、竹が、えー、たくさんこう同じように、えー、配置されていることによって、まあ、このメッシュの状態っていうのは作られています。でそれをちょっと分解してみるとこう左側に倒れて、えー、作られている竹が、まあ、無数に1周分ですね。それから右側に倒れて編まれているのが、えー、1周分ですね、まあ。そんな感じになっています。 で、こっちもあの形状は違うんですけど、考え方は同じですね。えー、斜めになっているものが、こう、一周分、それぞれ。という感じで、えー、あ、さらに、ここですね。この下の部分、えー、この部分は、えっ、ー、と、透過していないことから、まあ、一つの、えー、ポリゴンで作ってあげればいいかなと思います。で、この辺の網目の部分はテクスチャーでですね、えー、こっちのテクスチャーの色を取ってきて、 で、ここにアサインすれば、まあいいかなと思います。ということで、まあ、そのあたりを踏まえて作成してみましょう。で、同じ形状のものを、えー、複製するのは CG では強い部分ですので、まあちょっとそ,そのあたりを利用しながらやっていきたいと思います。えー、で、まあ、ちょっと2つライトがありますが、1個は一旦非表示にしておきます。1個ずつ作り進めていきます。で、このモデルは、あ、まあ両方とも。 えー、ディスプレイレイヤーに入れてガイドにしておきましょう。こんな感じですね。まあ、丁寧にやるなら、ラフ。って感じで名前を付けておきます。えー、で、まあ、同じ形状のものをこうずらーっとやっていくということなんですが、ちょっとざっくり、えー、ざっくりと方向性をですね、確認してから進めたいと思います。でまずキューブを作成しました。 で、一本斜めに倒れた、えっ、ー、と、竹を作ってあげたいと思います。<laughs> なので、ちょっといらないペースを一旦消しまして、えー、で、竹一本、作ってみます。まあ、まずはこんな感じですね。 でこれ斜めじゃないといけないので,で一旦こんな感じにだいぶ適当ですけどこんな感じにしてみますでこの円形に沿って沿っている斜めの竹じゃないといけないのでちょっと分割を加えて沿わせてみたいと思います <laughs> こんな感じですねでさらに分割を加えて 形を沿わせてみますはいえー、で、まあ、この形状ヒストリー消しときますが3番キーでちょっとだけあれですねポリゴンが足りなすぎて潰れちゃってましたので角のところに、はい、3番キーで確認をしてみるとこういう感じですね じゃあ、これをぐるっと一周分複製してみたいと思います。で、えー、ピボットポイント位置、ここにあるので、ぐるっと一周回転させるには、ピボットポイントから見て、えー、回転が行われるので、このピボットポイント位置は、ここを中心にしてあげないといけません。ので、D キーでピボットポイントを移動できる状態にして、V を押しながら、スナップで。あ、V じゃないですね。X ですね。X がグリッドへのスナップです。こういう感じで。 で、中心のところに持ってきておきます。はい。これで、リポートポイント1、変更しました。一回、コントロール D で複製して、ちょっとずらしてみます。コントロール D。こんな感じになるのが分かりますでしょうかね。はい。じゃあ、これを、特殊な複製という機能を使って、えー、自動的に、たくさん配置をしていきます。 編集の中にあります。特殊な複製。オプションを開きます。えー、で、まあ、回転の Y 軸方向に、じゃあ5度ずつ試しに入れてみたいと思います。コピー数も適当です。60。はい。えー、っと、実行してみましたが、まあ、ちょっと足りないですけど、まあ、ほぼほぼこんな方向性でいいということがわかりますね。これ見てもらうと。わかります。で、えー とじゃ反対側の、えー、ものはどうしたらいいかというと、これを、まあ、全く同じ形状、えー、っと左右対称にしてあげればいいですね。でそのやり方として、Ctrl-G、えー、で1回1回複製をして、Ctrl-D 複製して、Ctrl-G でグループ化します。グループが1個できます。このグループに対して、スケール X にマイナス1を入れます。そうすると、まあ、グループの えーと左右,左右の,あのスケールが全く反転するんですね。マイナス1にすると。これグループに行ったっていうのがポイントになりますね。で、こっちの,あの元の方、元のジオメトリの方にマイナス1入れると、もうすでにここに数値が入っているので、あの正しくは作用しません。こんな感じでですね。ですので、一回グループ化したっていうのがポイントです。で、スケールに x にマイナス1を入れました。 で、このグループはちょっと邪魔なので、グループから外してあげればいいです。でグループを削除。これで、まあ、左右反転したジオメトリーが作成されました。で、ここをちょっとよく見てみると、なんか、しかるべきところにマイナスが入ってたりしますので。えー、で、まあ、同じように、特殊な剥製で回転してみましょう。はい、こんな感じ。 はい、結構複雑に見えていたえこちらのモデル。まあ、5分ぐらいでできちゃうってうことですね。こんな感じで。で、えっ、ー、と、まあ、あとは細かい調整になります。まあ、例えば上の部分は、あの、もう少しこう折りたたまれていないといけないなとか、ポリゴンがちょっと足りないなっていう感じですね。とか、あとこの細さ。細さがもう少し細いかなとか、その辺の微調整を行えばいいです。方向性としてはこれで。 問題がないかなと思います。いてことで、まあ、一旦作成はしましたが、一旦消して、調整を行っていきます。もう少し、フェースの、えー、位置をですね、内側へ入れてあげたいと思います。 はい、こんな感じでしょうかねで、えー、あとはまあちょっと厚みが厚い気がするのでちょっと軽く縮小しておきます、えー、じゃあ大体いい,いいぐらいだと思うのでまあ一回 ツを入れれてて番にに耐えられるようにしておきますでまあこれ厳密に言えばおそらく多分もっと、えー、細,細いんでしょうね。この辺が細くて、まあ、こんな感じなんだと思いますがまあそこまで実は見えるかどうかっていうのは微妙なとこなのでこれは別にやんなくてもいい気はします。 言いながらやっちゃうんですけどちょっと厚みを薄くしておきましたはいこれでじゃあ、えー、複製をしてみますでちょっと足りなかったので70ぐらいにして です、ね、うん71必要ですかねはいですねで3番うんまあいい感じだと思いますねじゃあ、えー、さっきの左右反転する手続きをもう一度やって反対側にも配置していきますで複製しておいてコントロール G グループ化。で、スケールマイナス1。グループから出します。えー、特殊な複製を実行します。はい。これで OK ですかね。まあ、見た目同じになりましたね。えー、じゃあ、これらは一回。 Ctrl G すごい数のオブジェクトになったので複製、複製じゃなくてグループ化しておきます。えー、で、まあ、あとはすごい細かい点なんですけど、この、えー、下の部分だけ少しあの空洞感がないというか、えー、密集して編まれているような感じがします。なので、その部分ポリゴンで作っておきたいと思います。 どう作るかというと、まあ、これも、まあ、厳密に言えば、えぇ、ー、竹で編まれているはずなので、あの、それぞれの編まれているパーツっていうのは別々で作成しなきゃいけないんですが、まあ、これらを別々でって感じですね。なんですけど、これシルエット的に見たときに、まあ、そこまでの凹凸はない。テクスチャー情報だけで、えー、なんとかできそうですので、 まあこれは無理に時間をかけて、えー、っと、それぞれ終わらないでもいいかなと思います。ってことで <laughs>、こんな感じのですね、オブジェクトを置いておいて、これでいいかなと思います。で、ちょっと、間が空洞になってるので、まあ、少しだけ、まあ、テクニックなんですけど、この外側の側面を Ctrl E で押し出して、R キーで、 このようにですね、伸ばしておきます。で、次に内側を消して、でここをつなぐっていう方向ですね。ブリッチで、残り、ぐるーっと1周全部選択して、こことここはつなぐ必要がないので、ここを、えー、コントロールを押しながらのくくって排除で、ブリッジ。これでつながります。 ちょっと補足としては、えー、こんな感じのモデルを、まあそのまま、えー、ここだけ穴開けたいってなると、結構面倒なんですね。ここにマルチカットが入らないからですね。なので、やり方としては、えー、上のフェースをコントロール E で押し出して、このようにですね、選択しすぎましたが、コントロール E。 まあこのように押し出してでデリートしなきゃいけないっていう手間が発生するのでまあそれよりもこの外側を押し出して、まあ、拡大してあげて内側消した方がちょっとだけ作業が早いですねはいじゃあで、えー、これもちょっと厚みを他の部分と合わせておきましょうこんなもんですね で、まあ、若干この部分、角ついてるとちょっと周りと合わないので、レベルだけ入れておきます。はい、まあ、これでいいですね。はい、で、えーと、まあ、あとちょっと細かい後で気づいたんですけど、うーん、ここ、ちょっとだけこう。 えちょっと傾斜がついててもいいかもしれないですね、まあ、こんな感じですねはいでこれでいい感じですね <laughs> えじゃあ反対側にも複製しておきたいと思うのでミラーを実行します えー、y 方向の、マイナスへ、ミラー、ヒストリーを消しておきます。えー、で、まだこれ、予備展開していないので、えー、最終的には、もう一回、えっ、ー、と、一個、残して、そこか消して、えー、で、予備展開してから、もう一回、配置すり直すってことをします。が、まあ、一旦、これはここまでとしたいと思います。 はい。では、えー、内側、えー、ライトが配置されなければいけないので、ここですね。これを作っていきます。新しくスフィアを作成して。まあそうですね。そんなに目立たないので、あまり大きな分割数はいらないと思います。じゃあ、40にしといて。電球の形を作っていきます。 この辺をぐいっと持ち上げてあげればいいですが、えー、ソフト選択で持ち上げてあげます、えー、でこれはまあ透明のオブジェクトになりますガラス部分ですねで内側にあの発光する部分 これですね。これを作らないといけないのでこの内側にモデルを配置する必要がありますなので新しくスフィアを作成してさらに小さいでも見づらくなってきますので1回このオブジェクトをディスプレイレイヤーに入れておきますでこれもちょっと見づらいですねこれも入れちゃいましょう で内側のオブジェクトを配置しますで。これも少しだけ分割上げておきます。小さくなればなるほど、この角付きって目立たなくなっていくので、えー、これだけ小さいモデルであれば、この辺の分割数を64とかにしなくて、えー、もう少し絞ってもいい気がします。で発行するオブジェクトは、まあ、そんな作り込む必要はないと思います。こんな感じで置いておきましょう。 もうちょい上か。はい、で、えー、さらに上の部分に、えー、黒い接続するパーツがあるのでこれも作っちゃいます。 ですねこれでいいと思います。で、えっ、ー、と、まあ、実際には、この辺に、おそらく支えになるフレームが、えー、入っていたりすると思いますね。それ作ってもいいと思いますし、まあ、カメラから見たときに、結局上の方は映らない。この上の方ですね。なので、まあ、この辺がどうなっているよと、見えないのであれば作んなくていいと思います。の下の方は見えるんでね。あと、よく見たらこれ、フレームがこう、黒いフレームがちょっと入ってそうですね。 これだけちょっと最後に作ります。ので、えー、これも複製して何本ぐらいですかね。1 2, 3, 4,、2、3、4、5。10本ぐらい配置しておきます。 はい、えー、作りました。じゃあ、複製をして配置します。えっ、ー、と、36で9本かな。あ、そうだ。ピバットポイントを移動します。はい、いい感じですね。で、<laughs> かなはい、えー、じゃあこれもグループ化をして、まあ、一致して状態を確認、まあ、こんな感じですねじゃあ,、えーまあ一応これであとは同じ手続きで まあこっちも作る必要があるんですけど、まあ、ライトは使い回せますし、この編み編みの部分だけを、えー、再び作ってあげればいいかなと思います。で、まあ、そちらに入っていく前に、えっ、ー、と、じゃあライトの質感ってどうやってつければいいんだろうっていうところも、まあ、このシーンがせっかく今、ライトのシーンなので、ちょっと先に確認してみましょう。えー、なので、レンダリングをちょっとしてみたいと思います。 で、エンダリングするときに、ライトの環境を調べる場合には、えーえん、照らされる部分がないといけないので、こんな感じにしておきます。えう、ー、ですね。で、まあ、 レンダリングにはライトが必要なのでちょっと仮に1個配置しておきますはいこんな感じで、えー、じゃあレンダリングですえー、っとライトのレンダリングはちょっとだけ、まあ、ライトの質感か、まあ、ちょっとだけあのー、いつもと違うことをしますのでこれだけはあのー、追加で覚える必要がありますねでちょっと仮に ライト環境をうんえつけておきますが、こんな感じですね。はいでえーまあ、発光してほしいのは、このガ,ガラスの内側のモデルですね。なので。 一、えーまあ、回ガラスのマテリアルというのを作ってみます。AI スタンダードサーフェスを作ります。AI スタンダードサーフェス。で、この外側のオブジェクトに AI スタンダードサーフェスをアサインします。AI スタンダードサーフェス選択をして、えー、プロパティエディター,、えー。トランスミッションというところで、ああの透明度を設定できます。 これ100%にしますね。1。まあ、そうすると、この辺の周りのオブジェクトがちょっと邪魔なんで、回避表示にしますが、こんな感じで、まあ、ガラス状のマテリアルが設定できたことがわかりますね。で、あとは、まあ、あのー、スペキュラーっていうところのラフネスっていうのがガラスにちょっと関わってまして、これを上げると、もやーっとした感じになるし、ラフネスを、 まあ下げるとシャープな感じになります、まあ、ガラスなのでえもうがっつり下げて0に近い数値でいいと思いますのでこのようにしておきますそれから今度はこの内側のオブジェクトですね外側にこのガラスがあるのですごく選択しづらいんですがえこれですね、まあ、これは発光していく いなきゃいけないんですけど、発光させるためには、えー、こっちのアーノルドの中のライトの中のメッシュライトっていうのを使います。オブジェクトを選択した状態で、ライト、メッシュライトを押します。そうすると、オブジェクトがこう、レンダリングした状態だと消えているのがわかりますね。これはもうライトになっていますよってことですね。で、あのライトの数値が小さいので、今は何もないように見えます。数値を上げていきます。 えっと、まあ、オブジェクト、メッシュライトっていうのを使うと、その下の、まあ、子供の階層にですね、ライトスフィアっていうのが出来上がります。まあ、これ選択して、アトリビュートエディターで、えー、エクスポージャーって箇所があるので、まあ、これを例えば15に設定します。えー、ちゃんとですねあの、発光したオブジェクトが見えるようになったのがわかりました。こうやって見ると、まあ、ちょっと大きいかもしれないですね、サイズが。 なので、フィアのオブジェクトの方を選択して、ちょっとだけ小さくしておきます。はい。えー、それと、まあ、ちょっとこれはあれなんですけど、えー、オブジェクト選択して、あ、ライトですね。ライト選択して、えー、小オリジナルメッシュっていうのをクリックすると、まあ、こんな感じで、 あのメッシュの情報も出てきます。で、今アサインされているのがこのランバートっていうシェーダーなので、えっ、ー、と、グレーに見えちゃいますねで。これ発行したオブジェクトの場合は、えー、新しくハイパーシェードを作って、まあ、サーフェースシェーダーでいいです。サーフェース。えー、日本語版の場合は、カタカナでしますが、サーフェースシェーダー。 をアサインしますはい。そうすると真っ黒になりますが、これの色をまあ、ライトの色に設定してあげればいいですね。こういう感じです。あまあ、白の場合は白ですね。こういう感じですね。ただ、これちょっと暗いですね。なんででしょう。 まあそれか、サーフェイスシェーダーではなくて、AI スタンダードサーフェイスにして、にして、アサインしまして、色を白。やっぱちょっと暗いですね。おそらくこれ、オブジェクトの中にあるので、暗くなっちゃいますね。で、エミッションっていう箇所があります。 これを1にしてあげて、まあ、それでもちょっと暗いですね。するといいと思いますね。まあ、エミッションっていうのは、ちょっとそれ自体が発光したような状態を作れるものなんですけど、こういう感じで。で、あとはまあ、オレンジにしたいのであれば、オレンジにする。このライトの方もですね、オレンジにしてあげるといいと思います。こういう感じですね。なんですけど、 えっと、このライトの光源部分。光源部分はこれ、まあ、非表示にしておいていいかなと思います。あ、これじゃなくて、こっちですね。こういう感じですね。で、そこまでこう、あの、カメラがこう、寄る場合には表示しておかないと、あの、整合性が取れないので、えー、あれなんですけど、 カメラ的によってもこのぐらいなので、このぐらいなので、まあ光源自体は、えー、小オリジナルメッシュを押していなくてもいいかなと思います。まあ、屈折が入っちゃうとやっぱどうしてもちょっと、えー、コンピューターなんでね、あのー、まあ、正しく表示してくれませんので、まあエラーに見えてしまうよりはどちらかというとこう切って、えー、この発光したライトだけの状態っていうのを作ってあげた方が綺麗に見える。 で、あとはそうですね。まあ注意点としては、えっ、ーうん、まあこれもライトなのでサンプルっていうのがあります。これを上げておかないとあの影のクオリティがあの低いままなので、これは最後にですね、最終的にレンダリングするときに上げるのを忘れないように。 する必要がありますのでそれがちょっと注意点ですかね。まあ、このぐらい明かり強くすればうん割といい感じかもしれないですけどね。 ちょっと強すぎるとあれなんであげておきます。はい。ということで、えっ、ー、と、まあ、モデリングの方法を説明しまして、あとはライト。ええー、まあ、それ自体が発光しているよっていう状態を作り出すには、えー、メッシュライトっていうのが、まあ、使えると言いますか、使うといいと思います。で、ええー、まあ、できれば、できるだけこっちの えーとエリアライトとかを使ってあの照らしてあげた方がいいので、まあ、無駄にメッシュライトは使わないようにだけ気をつけるといいと思います。こういったあのガラスの中にオブジェクトがある場合は結構イレギュラーだったりするので、えーまあ、ちょっと難易度が上がるんでね。なのでなるべくはこっちを使ってっていう感じだと思います。 じゃあ、ちょっと話もそれましたが、えー、残りのオブジェクト、こっちではなくて、えー、このライトではなくて、これを作っていきたいと思います。まあ、手順としては同じなので、音声オフで進めたいと思います。